公陵大張公陵公陵公陵は、五代の最初の王朝。東末の混乱期に、東の朝廷を掌握した軍閥の首領、朱禅中が、907年に、東の相手より禅上を受けて建国した。とは弁州、中国では、南北朝時代の公陵と区別して、首領とも呼ぶ。朱禅中は、高宗の乱において、反乱軍に属していた。しかし、反乱軍である、 構想軍は根拠地を持たず、全国を流浪しながら拡大してきた軍勢だったため、長安一帯を制圧し、生の建国を宣言すると、たちまち兵士たちの統制が取れなくなり略奪殺戮を重ねて大衆の支持をなくした。上層部でも権力構想が発生し、全党を見限った、主前中は党に寝返り、構想軍と戦いこれを壊滅させた。構想の乱以後、党は、 地方政権に転落した。主前中は、物流の中心地である、開封の節度市となり、高層軍の残党や、各地の軍閥と争いながら、支配領域を広げていった。その軍は、軍旗が厳正で盛況であり、農民からは、無理な収奪は行わず、荒地を開拓し、また当庁で不遇だった、下級詩人を登用した。元来、当庁では、 最小派と宦官,官たちが争いを重ねていたが、主は最小側について宦官,官たちを一掃した。その後、最小たち高級官僚も粛清し皇帝の召集を完全に苦別にした。そして経済的には、不便な土地にあった首都長安から落葉へ遷とさせ、同時に住民も移動させ建物は解体して運び完全に破壊した。間もなく召集は殺され、 907年に主は次の相手より禅城をされ公領を建国した。それから間もなく元皇帝や一族は独殺された。公領は、党の弊害だった宦願と、門閥貴族を一掃し、首都の移転、農民生活の安定に努めて、下級詩人に支えられる合理的な革新政権だった。歴史的にも、党を滅ぼし700年続いた貴族性を終焉させ、 しばらく実力を持った武人が横行する時代を招いた。しかし、党を滅ぼした時、新大利活用ら等末の混乱に乗じて、地方で自立していた軍閥が、公領の受前を認めずに、各地で自立したため、五代十国の分裂時代が到来した。公領は、人口が中密で文化が進んだ地域を支配し、首都は中国経済の中心地だった。しかし、藩とは、 元来の塔の四分の一に過ぎず、建国後に、李活用の子、李有次への申告に敗れをされ、君となり、呉との戦でも破られた。また主前中は、病気もあって性格が過劣となり、部下を罰することが多く後継者にも恵まれなかった。そのため912年、病床より、養子の広子養子とも分を講師に立てようとしたため、実施の栄養子と模型によって殺された。定にいた、 主とも家は即位の経緯もあり、人望を得ず、贅沢三昧の日々を送る中で、弟の人氏を主ともに殺されて、帝位を奪われた。こうした内向で弱体化した公領は、深国に侵食され、主ともも、リアリツゲーとの戦いに敗れて殺された。こうして、公領の皇帝は皆非合の最後を遂げ、公領は三代十六年の短命をもって滅んだ。その後の五代の王朝も、 公領を正当な王朝と認めず、後世の評判も良くなかった。現代の中国でも、主前中は、農民反乱軍の裏切り者として高い評価が与えられていない。大祖栄養、主前中の三男、末三角、主友慶の弟、海兵官家大取歴913年主友、慶により改元、2月、主友貞が官家を復活、丁明流徳、ありがとうございます。